はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。お願いします。はい、このチャンネルは元ジャイアンツの選手だった僕、小山翔平がジャイアンツ情報を中心に発信しているチャンネルになります。はい、今年中にですね、チャンネル登録者数1万人を目指しておりますので、ぜひまだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、そんな感じでね、今日もやっていこうかなというふうに思うんですが、先ほど終わりました、巨人対 DeNA の試合の解説をやっていこうかなというふうに思います。はい、まあ、結果から言いますとね、ジャイアンツは4対2で、勝利をいたしました。イエーイというところでね、僕先ほど出した動画ではね、もしかしたら、もし、僕負けるという、予想したんですけども、もしかしたら勝つ可能性もありますよと。一戦目の山崎伊織だったら勝つ可能性ありますけども、それで負けてしまったら2連敗もあり得ますよというところで、僕2連敗という予想をしましたけども、今日、なんとか勝ちましたんでね、まあ、明日ちょっと僕は本当に負けると思ってるんですけども、まあ1勝1敗できれば、まあ、万々歳というか、まあいいかなというふうに思うので、今日のゲームはね、勝てたんで、すごく良かったなというふうに思います。はい、じゃあ、どんな感じで点入ったのかというところを、おさらいしていきますけども、まずはじめね、先制したのはジャイアンツで、2回表の、ワンアウトランナーなしから大城さんソロホームランを放ちますと。で、3回裏の、2アウト2塁から、梶原選手ね、今日1番抜擢されましたけども、センター前にね、タイムリーを放ちましたと。で、5回表にワンアウト。ランナーなしからね、これはもう、直樹さん狙ってたと思いますわ。インコースのまっすぐね、完璧狙ってたと思います。初球だったんですけども、ソロホームランを放ちました。で、5回裏は、これね、これ僕非常にナイスストーリーだったと思うんですけども、ワンアウト三塁から、山本選手のサードゴロに対して、まあ、記録上はフィルダースチョイスというふうになりましたけども、まあ、関根選手がね、ホームにスライディングをしまして、セーフになったという、1点でした。はい。で、最後にね、8回表に、ワンアウト2塁から秋広選手のツーランホームランで、まあ、勝ち越し、4点目入れて、4対2で、ジャイアンツが勝利を飾ったというゲームになります。はい。非常にね、まあ、勝ち切れたことは良かったんですけども、まあ、やはりちょっとまあ、気がかりなところとしては、ホームランでしか点が取れてないっていうところが、やっぱり、ちょっとね、まあ、今の不安材料ではあります。買ったんですけども、ちょっとまあ、ホームラン以外のタイムリーを見てみたいなっていうところが、僕の中ではあるので、それなんでかっていうと、いつまでもホームランっていうのはなかなか出ないと思うので、やっぱりこう、ね、タイムリーで返すっていうのを、増やしていくっていうのはすごく大事だと思うので、ホームランで取れてるうちはいいんですけども、それがちょっと今の僕のジャイアンツに対する不満というかね、不安かなというふうに思います。じゃあちょっと右側でね、詳しく見ていこうかなというふうに思うんですけども、まあ、僕が印象に残ったというか、感じたことを、まとめてます。はい。でね、これまず、時系列的に行きますけども、まず2回裏ね、山崎伊織投手が三者凡退に書いてますけども、2回裏っていうのは、これですね、大城さんがソロホームランを放った次のイニングなんですけども、ここね、4番の牧選手から始まる、DeNA の好打順だったんですけども、点取った後の回、この2回裏ですね、非常にね、この4番から始まる好打順だったんですけども、しっかり三者凡退したっていうのは、山崎伊織投手すごく良かったなというふうに思います。で、今日ここですね、ここ。ここ。ここちょっと長くなりますけどね、ちょっとね、語りますけども、3回表に、ノーアウト1、2塁という場面で、秋広選手がバントのサインが出たんですよね。で、バントを失敗してしまったんですよ。で、結局、ランナーを進めることができずに、ワンアウト1、2塁という風になったんですけども、ここのね、秋広選手のバントの是非、バントが必要なのかというところについて、ちょっと、皆さんと議論したいなという風に思うんですけども、まあ僕結論から言うと、秋広選手にバントは必要ないんじゃないかなっていう風に僕は思ってます。というのも、まあ、秋広選手はね、まあ、非常にまあ、台頭してきた、すごくいいバッターです。僕はね、すごくいいバッターだと思いますし、プロ野球の、代表にね、日本代表なんかに、ゆくゆくは入っていくだろうなというふうに僕は思ってますし、それぐらいの一打だと思ってます。で、まあ、原監督のコメントなんかを見てると、まあ、隼人、
ハヤトなんかバントもできるしね、みたいなことを言ってらっしゃるんですけども、まあ、秋広選手と坂本選手はまたタイプとしては違いますし、坂本選手ができるからといって、秋広選手が絶対にできないといけないってわけでもないと思うし、逆にね、まあ、ちゃんとね、それは秋広選手出されたらやらないといけないんですけども、というよりも、バントを上手くなるというか、バントを成功させるっていうよりかも、秋広選手はね、というよりかは、僕は、進塁打を打てる球を、待てるようになったりとかね、実際に進塁打を打てるようになったりとかね、そっちの方が僕は秋広選手にとっては大事かなというふうに思いますし、まあ、背番号55番っていうのを与えられてる、ぐらいですから、まあ、やっぱりこう、長距離砲っていうところを、期待されてるわけですから、まあ、坂本選手っていうのはどっちかっていうと1番であったりとか3番バッターを打つようなバッターだと思うんですけども、秋広選手なんかは4番をゆくゆくは打ってほしいっていう思いがあってね、それぐらいの背番号をつけてると思うので、やっぱりそういうバッターになってほしいんだったら、まあ、バントもまあ、なんていうんだろう、時には必要かもしれないですけども、今の秋広選手には、僕はまだ必要ないんじゃないかなというふうに思いますし、進塁打を打てるボールをね、待てるようになったりとか、それ実際に打てるようになる、進塁打を打てるようになる、犠牲フライを打てるようになるっていう技術を高めていく方が僕は秋広選手、今は非常に大事だと思うので、なんかその原監督はその前もね、確かその秋広選手がバント失敗かななんかしたと思うんですけども、それを引きずってるのか、そのなんかジレンマをここを、なんか抜け出させてあげたいのかわからないですけども、なんかちょっと、秋広選手が、バント失敗したことに関して、なんか結構こうね、意固地になってというか、なんかこう、バントのサインを何回も何回も出してるような感じがするんで、そこは原監督の意図はちょっとわからないですけども、まあ、コメントなんかを見てると、なんかこう、何でもできるような選手になっとかないといけないみたいなコメントがあったんでね。僕はその、秋広選手に対してどういうものを求めてるのかなっていうのはちょっとわからないというか、僕はね、長距離砲というか、岡本和真選手のような、30本、40本打てるような選手になってほしいっていう思いで背番号もつけたんだったらね、岡本選手なんかなかなかそんなほぼバントしないでしょ。だからそれと一緒でね、秋広選手もそういう育て方をしてった方がいいんじゃないかなというふうに思うんですが、ちょっとその、原監督のコメントだったりとか、まあ今までのその、なんかこう、秋広選手のその、に対する態度なんかを見てると、なんかそっちの方じゃないんかなとかも思うような行動とか言動もあったんでね、そこはちょっとわかんないですけども、まあその、まあ、秋広選手に対するそういう期待なのか、その、いろいろやらないといけないか、いけないよというメッセージで、こう、維持になって出してるのかわからないですけども、まあ、チームとしてはね、こういうバント失敗して、次のイニングに点を取られるみたいなことは、もう今シーズン何回もあるわけなんで、そこはね、そのチームの勝敗というか、チームの流れというところで言うと、何回もね、流れを止めてしまっているところがあるので、僕はそこに関しては全然違うと思うので、その、秋広選手の成長を、こう、取ってね、第一に考えてバントを出してるのか、それともチームのところを大事にしてバントを出してるのか、そこによって全然違うと思うんですよね。秋広選手の成長というか、その、いろいろやらないといけないっていう思いが一番に来て、バント出してんねやったらまだわかるんですけども、チームの方を取っててバントだったら、それはおかしいし、何回も今シーズンね、先ほども言いましたけども、バントで流れを止めて、次の回に失点するっていうパターンは何回も見てるわけで、それはね、まあ、原監督に、まあ、僕は実際聞くことはできないですから、まあ、そこはね、どうなのかなっていうふうに思いますし、皆さんはね、どう思われますでしょうか。まあ、これはね、コメント欄で、意見ください。はい。で、まあ、5回裏ね、次行きますけども、ワンアウト三塁で、山本選手のこのボテボテのサードゴロで、関根選手がこう、ホームに帰ってきたんですけども、これはね、非常にナイス盗塁だったと思いますし、やっぱりこう、ゴロゴーというかね、もうバットに当たった瞬間ゴーっていうサインがあるわけで、プロ野球ではね。それでね、ああいうゴロだったけども、あれで間一髪セーフになるっていう脚力も、反応も、走塁のセンスもね、ジャイアンツは見習うべきだなというふうに思いますし、スタメンの選手であれだけ走れるとね、すごい、大きいと思うので、ジャイアンツの選手もこれはね、関根選手の走塁を見習うべきだな、というふうに僕は思いました。はい。で、8回表ね、
ワンアウト一塁で、これでね、先ほど、まあ、話題にしました、秋広選手がツーランホームラン打つんですけども、これ非常にね、まあ、すごいレベルの高い打撃というかね、秋広選手もともとそのインコースの球を、あんまりこう、フェアに入れないように打ってるというかね、普通の選手だったら、インコースに来たら、バットをこう返したくなる。手首を返して打ちたくなるんですけども、秋広選手のファールなんかをいつも見てると、無理にこう返しに行かないというか、こうそのまま手首を返さずにそのままファールを打つような打ち方をしてますし、このホームランに関してもね、インハイめちゃくちゃ厳しいボールなんですけども、うまくね、懐の深さを使ってこう、バットを回転、あの体を回転させてね、非常にこうバットの、肘というか、返さずにとか、あんまり返さずにとか、こう無理、強引に行ってるように見えないというかね、まあ、腕が長いですし、懐が深いので、それだけね、打てる幅が広いのかな、というふうに思いますし、これはね、僕、フェンスオーバーはしないだろうっていう打球だったんですけども、フェンスオーバーするっていうところでね、先ほども言いました通り、日本を代表するバッターになれるぐらいの素材はありますから、ね、まあ、このホームランを見てわかると思いますけども、皆さんもね、これ非常にね、これからの期待できるホームランですし、まあ、原監督はどういうふうに育てていきたいかわかんないですけども、まあ僕はね、ホームランバッターとしてというかね、非常に、レベルの高い選手に育っていってほしいなというふうに思いますし、それだけの素材を持った選手ですし、それぐらいのホームランだったということですね。はい。で、最後ね、9回裏、ノーアウト1塁で、牧選手、ゲッツー取るんですけども、これね、まあ、吉川尚輝選手はね、非常にナイスプレーですね。もうこう、芸術なんですよ、もう、もはや。尚輝さんクラスにいると。もう芸術レベルなんですよね。それぐらいのゲッツーを、取ってね。まあ、この9回裏というところで4対2でね、ノーアウト1塁というところだったらね、こんなに強力打線ですから、何が起こるか分かんない。もしかしたら逆転、サヨナラ食らうかもしれないっていうところをね、ここでゲッツー、ファインプレーでゲッツーを取れたっていうところはね、非常にね、まあ、直樹さんの、選手としての価値はね、やっぱり素晴らしいものありますしね。こういうところで、まあ、打撃もまあ、今日、ホームラン打ってますし、こんだけ守備でも貢献できるっていうぐらいのポテンシャルはもうあるのをみんな知ってますから、これからね、どんどんこう、チームを引っ張っていってほしいと思いますし、もう、吉川のチームやな、吉川、岡本のチームやなって言われるぐらいね、やっていってほしいなというふうに思います。はい、てな感じでね、先ほど終わりました試合、ちょっと今日ね、動画アップロードするの遅くて、ほんと申し訳ないんですけども、まあこんな感じでね、今日は、振り返りやってきました。はい。まあいつもね、毎日振り返り動画、試合の解説をやっていこうというふうに思ってますんで、ぜひね、頑張ってんなとか、ありがたいなとか、わかりやすいなとか思ってくださる方いらっしゃいましたらね、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、そんな感じで今日はね、夜も遅いですし、こんな感じで終わってきます。いつもありがとうございます。最後まで見ていただきありがとうございます。これからもよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあねー、バイバーイ。